お疲れ。あ、これうまい。これ安いね。人参21円だって。びっくりした。今年は野菜が安いんだ。豊作だったのかな。21円は安いよね。ねえ、いや、何でも安いのは嬉しいでしょ。なんか画面の位置おかしいな。なんだろうこれ。どうも。はい、こんばんは。と言われた。
料理じゃないよ。ありがとう。天才だからね。いや、あの生まれた時からもう決まってるんだよ。天命ってやつだね。天命っていう。決まってるだろうね。3日分ぐらい。男のさ、一人暮らしの自炊が嫌なところさ、一回この分量で作ったらさ、2日3日同じ食いもん、4食ぐらい同じ食い物になるから、それがね、やっぱね、自炊を妨げてるところでもあるんだよね。嫌じゃん、4日間さ、筑前煮ばっかり食べるって嫌でしょ。だから結局ね、セブンイレブンに負けちゃうんだよ。セブンイレブンの誘惑に。それあると思う。もう一人暮らしとか趣味でしょ。いや、一人暮らしじゃない、自炊とかも趣味でやるべきなんだよ。
これごぼうってさ、ピューラーでさ皮取んのかな。あれ炊飯ができない、なんで。これって皮むくの？これって皮むくの？ごぼうって。おお、すごいすごい、ありがとう教えてくれて、すごい。なるほど、素晴らしい、また一つ賢になったな。なるほど、ありがとうね教えてくれて。え、炒めるの？マジで焼くの？マジで？あれ、もう炒めるんだ。え、鶏肉だけ？野菜も？無理だよこの分量炒めるなんて。鍋パンパンだよ。俺焼いてなかったわ今まで、ずっとこのまま煮てたわ。野菜も炒めるの？マジか。いや、この包丁の背でごぼうをやるっていうのは革命だな。俺知らなかったわ。これはすごい技だな。これはすごい。こんなに綺麗になるんだね。ああ、すごいわ。これいいこと覚えたな。これはすごいね。これはすごい便利。おー、すげえな。ごぼうアク抜きって何？どうやってやんの？切って水につけとけばいいの？いや、女の人はねちゃんと作るからね。男なんか煮る焼くだけだから切る肉煮るとか切る焼くだから。女の人はちゃんとやるからね。ん？こんばんは。なるほどね。肉を抜くんだ。
野菜は焼かなくてもいいんじゃないの。肉だけ炒めればいいんじゃないの。野菜炒める理由は、ごぼうのアクはわかるけど、皮むくのも。野菜炒めるのだけちょっと下せぬ。みーすけ料理やんないじゃん。なんで前に出てきたの今。みーすけ料理一切やらない女じゃん。コンビニエンスストアばっかりの女なのに、なんで私料理できるアピしちゃったの。俺今マリルボーンに聞いたんだけど。あ、そうだったの。料理できるんだ、知らなかった。大得意だったんだ。大きく出るよね強気だよね。大得意だ。そう、大得意。ごぼう何分ぐらい水に浸せばいいんだ。マリルボーンいなくなったな。ごぼうのアク抜きと。ごぼう何分しばらくってなんだ。延長します。 4,5 分でいいの。はい、サンキュー。マンゴーピーチだね。野菜生活、野菜取れって言われたから。炒めるってどうする？この量炒めんの？だってこんなになっちゃってんだよ。これ炒めんの無理でしょ。鶏肉はまあいけるとして、無理じゃない？これ。
なちゃんと料理とかやってんだよ。よくこんな忙しい現代社会で手料理とかやってるよな。偉いね。もう俺料理は趣味の区分だと思ってるもん。あえてなんかもうこだわりで高くついてもいいからやるみたいな。あのさ、失礼なことやめてくれる？俺味覚悪くないから。あ、本当にやめて、そういうの勝手にキャラ付けするの。俺味覚悪くないから。じゃあみーすけ今度フレンチでもどっこでも行くか。お前恥かくぞ。お前本当にソムリエがびっくりするレベルだよ多分。ソムリエがこれはボルギーニ地方の土の香りがするんだねって言うと、そうですって言うよ。北イタリアの方だねって、北イタリアの冬のワインだねって言うとすごいってなるから。味覚は半端じゃなくいいから、やめて。テルチャンピンとかと一緒にしないで本当に。こんばんは。あ、そうなんだ。色が出てきたな。でもさ、俺思うんだけどさ、30超えて結婚できない。あ、ごめん、やめよう、この話は。ごめんね、なんか30超えて結婚できない話しようとして。でもさ、結婚ってすごい古い価値観だよね。そう思わない？結婚伸びる伸びる。小獣突がババアが生きるよね。あのババアが最前線に踊り出る枠がクッキング配信と子育て配信だと思ってんの。最前線を駆け抜けるんだよ。フォワードは私よみたいな。俺結構好きなんだよ、だから料理配信。ババアたちが最前線を駆け抜けて得点取ろうとするから。結婚は契約だよね。いや俺好きだよ結構ババアが最前線に出てくる感じ。そう、いやいいんだよ俺結構好きだから、あの口出されんのいいの。ステファン、いいの可愛い可愛い。ババアたちがこう、そう料理配信、そう、いいのに。大事よ、いいんだよ、ババアたちが前に出て主役なんだから、料理配信の。いいじゃん、かわいいじゃん。なんかドレさんから LINE 来てたな。ワード空いてるかって。
可愛いよねドルさん。夕方頃に LINE 来て気づかなくて今来たもんだと思って、いや放送中だよって送ったけど、いやもういや懐くとさあの人電話長くなるから、ドレさんから来てたよなんか LINE が、あとちょっといいかって、やだよ他電話してくれよ他、どうせパトラッシュさんの悪口でしょ。パトラッシュはよあいつはよないよ金はさ、俺らはよこうやって体張ってんのによ、なあワド、そうだろう、俺らはこうやって情報をよ切り売りしてよ、なんだよあの5000万でよって、もう目に見えるもう想像がつくんだもん、まあ、いいよ分かったよって、それ放送で言ってよっていう、なんで俺がプライベートで聞かないといけないの。パトラッシュはよもともと俺の花火師でよって始まるんだから、俺のいやで配信外はやだよ、配信外でなんで、配信外で配信者同士で話すのよ、そういうところがリスナー気分なんだって、そこがリスナー気分抜けてないんだって、もうあんた結構そこそこの中堅どころなんだからしっかりしなさいよ本当にそうね、根回しとか談合みたいな気質があるんだってあの年齢だから根回し大好きなんだよじゃあ愚痴りたいんだろうね誰かに聞いてもらいたいんだよもう大丈夫かな、もう OK かな、鶏肉を切るか、ごま油で炒めていいの、いや別にいいんだけど好きでも嫌いでも、いいの？ごま油で。じゃあごま油でいくよ。一回鍋から戦々離脱させて。よいしょ。ああでも炒めるの知らなかったな。勉強になったな。もうねパパッと食えればいいやっていう感覚でやったな。でも味が変わるんだろうなこういうのでな、よいしょ、鶏肉大きめに切ろう、え何サンタクロース選手権って何、サンタクロース選手権が始まるの何選手権って何全然わかんないんだけど、運営どうした、何サンタクロース選手権って、なんかイベントやってたの、サラダ油の方がいいの、なんでごま油の方が香りついてよくないか、ダメなのかな、香りが強く出ちゃうからかな、サラダ油の方がいい、なんかなあ、あ、OK、何を
何言うんだけど、アイテム、なんかそんなアイテムあったっけ。まあいいや。オーナメントいっぱいもらってたじゃん。え、オーナメントってこのイベントのためなの？なんかもらえんの？まあいいや。まあなんか告知が来るだろ。出るよ。ワド3って言わなくていいよ。ワドでいいよ。画面見て。え、サンタクロース選手権スタート。プレゼントボックス。プレゼントボックス。いや、白。え、これ。ああ、プレゼントありがとう。え、これはどうすればいいの？ほっといていいの？え、どういうこと？ありがとう。プレゼントボックスありがとう。え、これは何？ほっといていいのかな？よくわかんねえよ、最近のイベント。みんなプレゼントボックスちょうだい。なんだかよくわかんないけど。煮崩れを防ぐ効果があったのか。サラダ油でやると。じゃあ行くよ。サラダ油行くよ。鍋でいいよね。フライパンじゃなくていいんだよね。黄色っぽい脂肪とかは取らないけどね。なんだろう、ランキングが書いてあんな。129位。何が129位なんだよ。サンタクロース選手権な、何これ。どんどんランキング下がってるけど、何のイベントなんだろうこれ。コーク飲むか。恋人はサンタクロース。KP。KP。よくわかんないこれ。いや、もうめちゃめちゃやさぐれてるよ。もう諦めたよ俺は。金とかもう本当に諦めた。なんかバカバカしくなってきちゃってさ。オーナメントじゃないんだ、よくわかんねえな。まあいいや、もういいよ。なんか諦めたよ俺は、いろいろと。いや、筑前煮は料理じゃないでしょ。難しくないでしょ、こんな。なんだこれ、なんか水が。難しくない、こんなん料理じゃないよ。炒めるだけだ。なんか肉じゃがを料理とかね。プレゼントボックス？なんだこれ。なんだかわかんないけど160位なんだ。というワードです。
やさぐれるだろう。もう2年間やってこんな扱い受けるとは思わなかったよ俺。ふわっちにこんだけ貢献して結果嫌われただけだったからね。もういい、マンスリーとかもう、マンスリーですらもう収入ですら諦めたから俺は。映画はねすごい進んでるよ。プレゼントボックスは1個でした。結果発表は何だ、結果発表、何が結果発表、映画はすごい頑張ってるけどね。でも映画の資金が全くたまってない。生活費もままならない状態だからもうやばいね。映画このままだと頓挫するよ、資金不足で。弱火でいいのかな、これ2万ぐらいするやつだよ、超高いフライパン。みりんはまだタイミング、炒めてからでしょ。うん、これめちゃめちゃいいフライパン、服部先生のフライパン、ジオってやつだね。この鍋気に入ってすごい耐久性があって一生ものだからいいやと思って、高いやつ金ある時に買っちゃおうと思って。あー肉が、でもあのプロ用のフライパンだから使いづらい。あの火の熱を逃がす技とか濡れ布巾とかでやんないといけないから、あの一般家庭向きじゃないこれ。ちょっと買って失敗したなと思って、熱のコントロールがめちゃくちゃ難しい。このフライパン熱伝導率が良すぎるんだよ、プロ用だから。で、野菜投下していいの？ひどんな、すげえな。野菜入れます。いや無理だろうこれ、入らねえよそんな、無理だろう、炒めらんないって。無理だよ無理。野菜炒めるの諦めていい？これくらいでいいのかな？オッケーか、いい。あーダメだな、大きく切りすぎてんな。炒めるの諦めよ。で、みりん？みりんだっけ？なんで急に黙ったんだ。みりん？みりんどれくらい入れればいいんだ？みりん。
や、やっとないです。はい、みりんロバー、みりんロバーで、みりんロバーの酒はいらない？偉いとかないよ。偉い人間なんていないよ。みりんロバー、次はみりん入れたよ。いいんだよ、猫飲みにできることやればいいんだよ。それこそ料理できる旦那さんと結婚すりゃいいじゃん。猫の目、お前いくつなの？若いんだろ。彼氏を見つけな。水？水下流だし。え、めんつゆじゃないの？みりん入れすぎた？いや、こんなもんだろ。水入れるよ。で、だし入れればいいのね。あ、そうなんだ。彼氏いて半あれか、配信三昧か、すげえな。リア充だね。で、水入れたよ。アクが半端ないな。そうか。よいしょ。データで、どうすればいいんだ。はい、だし入れた、みりん入れた。で、終わり？煮立てるの？はい。俺が作ったら誰が作るかだから、ゆうなさん。何を作るかじゃなくて誰が作るかだから。わかる？そうだね。じゃあアクトリ名人、その間洗い物 やるわ。アクトロアクを。
サンタが街に。魚がうまいエリアに住みたいな。なんか住む町でみんなおすすめの町ってある？死ぬ時はこの町で最後過ごしたいみたいな。あー、なんで俺東京に住んでんだろう。心がすさむよ。あとこの料理をさせる気のないコンロがすげえ腹立つよね。もうカップラーメンしか作らせないよっていうコンロの構造に腹が立つ。空気の美味しいですね。俺でも最後日本から出たいな。もうなんか IH がぶっ壊れて IH の外付け。俺の母親料理大嫌いだよ。料理全然作らない。なんか離婚のショックで料理作らなくなっちゃって。昔は作ってたんだけどね、離婚してからは全く作らなくなって、それでばあちゃんがぶち切れて、あの子供がダメになるって言って、でばあちゃんが住み始めて、ばあちゃんがずっと作ってた。醤油と砂糖、え、めんつゆで作んないの？マジで？え、めんつゆの味が好きなのに。煮立ったらでしょ？まだでしょ？醤油と砂糖。え、めんつゆ入れないの？醤油で作んの？めんつゆでもいい？めんつゆでいい？いやー、ばあちゃんとも結局馬が合わなかったけどね。ばあちゃんな、砂糖も入れんの？めんつゆに？めんつゆあればいいんじゃない？アクトリ、あ、延長します。よいしょよいしょ。いや、めんつゆがあればなんとかなる。いや、ばあちゃんは料理すげえうまかったよ。俺のばあちゃんの、あの料理人だったから、お店やってたからさ、まあすごい人だったよ本当に。めちゃくちゃな人生送ってる。だからばあちゃんのこういう気性の荒さとかわけのわかんないとか、ばあちゃんの血だろうな、これは。そういうところだろうな。知らねえ、死んだか生きてるかわかんねえ。もうあのなんつうの、根性の別れっていうの、あの荷物取りに行ってさ、一回あのばあちゃんに挨拶したよ。でもばあちゃん悟ったんだろうね、あの最後死ぬ別れしてたよ。ばあちゃんとだけ最後会ったんだけど、そう、もう会うこともないだろうけどって、あの元気でやりなさいって。さすが年寄りはすごいよね。なんか悟ったんでしょ。もう帰ってこねえんだろうなって。やっぱ年寄りはすごいよ。ばあちゃん強いよ。女でずっと密貿易やって家族食わせてたからね、14歳の頃から。寂しいっつうか、まあ分かるんでしょ、あのもう帰ってこないっていうのが。いやいや、そういうタイプのばあちゃんじゃないから。
寂しいとかないよ。そういうみんなが想像してるおばあちゃん像じゃなくてね、あのワンピースのガープみたいな感じ、ルフィのおじいちゃんいるでしょ、ああいう感じ、ワンピースのガープとか、ああいうなんか元気いっぱいのタフなガッハハー系の、そういうばあちゃんじゃないね。強いよ、特に沖縄だからね、本当にあの戦場をくぐり抜けたからね、あのかの戦争を体験してるからね、リアルな。もう全然歴史の教科書で教わる話とばあちゃんの話全然違うもん。火弱くすっか。まあ、アク一回出すか。全然違うよ、本当に。だって沖縄の戦争ってあれ、沖縄本土にいたどれくらい死んだんだっけ、1ヶ月間で5分の、え、どれくらい死んだんだっけあれ、島民の。とんでもない数だよ。そこに住んでた人の、え、どれくらいだっけ、なんて書いてあったっけな、もう死体がゴロゴロとかいうレベルじゃなかったって、死体だらけだったって。それがね、ちょっとね、何十年前に起こったことだからね。そうそう、鶏肉。価値観が全然違うよね、やっぱ。金も相当稼いでたしね、ばあちゃんは。沖縄で店何店舗もやってたって。で、今でいうキャバクラだよね。3、4店舗やってたらしいよ。で、東京に母ちゃんとおばさん連れてこっちに来ても、40過ぎてもなんかキャバレーで働いてたらしいかんね。若い時はなんか綺麗だったらしいよ。今じゃ全然想像つかないけど。まあ長生きすんだろう。もういくつだ？もう90になるのか。俺は家族いない。12万人か、ありがとう調べてくれて。12万人だもんね。それも1ヶ月間で12万人いなくなるんだぜ。どんだけ地獄だったか。そこにいたわけだからね、ばあちゃん。
14歳の頃かな。まあまあ家族のことはいいでしょう。ちょっとルールが複雑なんだよね。枠あんま出ないな。もうちょい放置しようか。大体こんな生き方してんだからお察しだろ。大体想像つくだろ、この人格形成、この人格の歪み方を見ると大体どういう生き方をしてきたか分かるだろう。でもまあ家族がいる人は羨ましいし、家族で仲いい人は本当にいいものを手に入れてるなっていうか、それはかけがえのないものだと思うよ。兄弟とか家族とか親とか親戚とかと仲がいいっていうのは、ものすごく大事にすることをお勧めするよ。もうめんつゆ？アク全然出てないけどいいの？もうタイミング？なんかのりこの時アクだらけだったけど、なんでこんなアク出ねえんだろう。俺の時のりこビッタビタにアクだらけになってたけどね。なんでこんなアク出ねえんだろう。俺の時は作る人によって全然違う。なんでそんなアク出るのって聞いたもんね。なんでだろう。あれか、ごぼうのあれか、アク抜いたからか、多分。ごぼう水つけたからかな。全然アク出ない。もういいの？めんつゆ。だろうね。工程が違うからだろうね。めんつゆ、ちょっとめんつゆ取ってくるわ。俺もうつゆ飲んじゃうもん全部。ご飯にかけて食べちゃう。余らない。あーうまそう。落とし蓋じゃない、蓋じゃダメなの？ガリルボン普通のこの鉄の蓋じゃダメなの？落とし蓋なの？ちゃんとやるんだな、みんなな。しっかり料理。この普通の蓋じゃダメなの？落とし蓋なの？いちいち説明させんなって怒るな、そろそろ。LINE が来たな。なんだ。落とし蓋、はいはい。
まあ、落とし蓋にするか、リスナーが言ってんだから。水分を飛ばせるためにやるのか。なるほど。勉強になるな。こんな感じ？これくらい？こんな感じ？ほう？ OK。 弱火でいいんだよね。弱火でいいんだよね。 OK。 はいよ。なんて 手軽なんだろうね。このさ、手軽さでさ、このうまさのパフォーマンスはすごいよね。こうやったことね。すごいコストパフォーマンス。はあ、なるほどね。はい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 。はあ、これでそんな効果があるんだ。ああ、蒸して回るのか。はあ、勉強になるね。ありがとう。ねえ、大体想像つく。見たことはないけど、あの、もう大体想像つく。皆まで言わなくて大丈夫。ちょっとね、多分トム・ソーヤさんってね、ギリギリ健常者なレベルだからね。ギリギリ、ギリギリ健常者だから、ギリ健男子だから。おお、最前線に出てくるね。レンコン入れないよ。ごぼうだよ。ごめん、春日屋さん、レンコンわからないわ。で、俺、筑前煮に里芋入れるのはやっぱりないと思う。あれはうなに完全同意。俺の家にも、え？
あ、トム池の忘年会行こうかな。トム池の家でやるんだったら参加するって言った。トム池の家はなんか行ってみたいから。ただメンツがちょっと弱いよね。メンツが弱い。アグリンとか解放とかだもんね。なんかちょっとな。まあまあ付き合い大事だ。でもなんか一周回ってまた落ち着いてきたね。なんかカズ軍曹とか SY とかいろんなニューカマー出たけど、結局実力通りに落ち着いたね。みんな実力がないとね。いや、か筑前に入れないから。二次会は俺は全部行かないようにしてる。あのこれは俺の哲学で、二次会に参加するっていうのって、あの人とトラブルを起こしたいとか、あの仕事がうまくいかないやつの考え方だから、俺はどんな会でも二次会は行かないね、ほとんど。こんにゃくか。要はね、あのなんだろうな、お酒の飲み方知らないんだよ、二次会三次会やるやつって。あの本人は楽しいかもしれないけど、周りが結構うざかったりするんだよ、あの付き合わされる方だから。あのね、正直ね、飲み会自体があんま好きじゃないのよ。打ち上げぐらいだったらいいんだけど、仕事でお疲れ様は全然ありなんだけど、用もなくね、酒飲んでるやつ嫌いなんだよね俺。あの誰かの悪口になるから。だったら一人でしっぽりバーに行くよ。一人飲みが好きなの。酔い方を知らないんだよ。これどれくらいやってりゃいいんだろう。こんばんは。そう。てか脳花火かよ。お前らいい加減にしろよ。花火投げろよバカ野郎。100人も集まってて花火ゼロ発かよ。お前どうしようもねえな。お前ホームレスにする気か。俺のこと頼むぞ。アイテム投げろ。何得体の知れないもんって。もう終わったよ。バイト掛け持ってでも俺に花火投げろ。バイト増やせ。バイト、俺の花火代バイト。内職始めろ。10分でいいの。のりこソープに売り飛ばすぞ。のんちゃんは夜泣くんだよベッドで。のんちゃんをうぐいす谷に売らないでって。ポロポロ泣くんだよのんちゃんは。ヘラルト、のんちゃんは売られるんだって。ウグイス谷にデッドボールに働かせるんだっつって。なるほど。のりこを売り飛ばされたくなかったらアイテム投げろ。売れるでしょ、デラべっぴんだから。のりこ酒飲めない。味見してない。うん、アイテム投げて。してない。
味見るか。メガホンとかいい加減にしろよお前。クソみてえなアイテム投げんじゃねえよ、恥ずかしい。花火だよ花火。クソみてえなアイテム投げてお前投げた気になってんじゃねえぞ本当。あ薄いな。薄っ。薄いな。薄いな。びっくりするぐらい薄いな。メガホンとかいらねえよ本当。無料アイテム投げて投げた気になってるやつ殺意湧くよね。だから無料アイテムに対してありがとうとか言うのやめようぜもう。無料アイテムなんか意味ねえんだからさ。無料アイテムなんか投げてもマンスリーにも関係ないし、イベントで勝ってるやつ一人もいねえんだから、こんな運営に騙されんなよ。無料アイテムじゃ飯食えねえんだからよ。延長代もかかってんだぞ、いい加減にしろよ、今度も。よし、うまい。何でもかんでもタダでどうにかしようとすんじゃねえよ、今度も。働け。よいしょ。何書いてもいいけど、投げるもん投げたから書けよ。3日ぐらいじゃないかな、一人で食べるんだったら。まあおかず一品って感じな。てっぺんだけかな。あ、うまい、うまい、うまい。俺はリスナーに媚び売らないって決めたから、もう言いたいこと言うから。どうせ金にならないんだったら逆張りで行くから、逆張りで。ゴミみてえなリスナーを蹴散らしていくスタイルだから。いや全然全然自炊したいけどね、できてないね。逆も何もないでしょ。ザビエルみたいにはならないかな。ブルース・ウィリスみたいになると思うよ。あのおでこから来る、前からやってくるタイプね。よっしゃ、休憩。ふざけんなよな、デルチャンピン2800万だってよ今年。2800万、いいな。
うらやましいな。テルのリスナーはいいな。テルのリスナーはいいな。ねえ、シャカペコ。ゴミみてえなリスナーばっかりだからな。役立たずども、役立たずリスナーたち。ご飯ある、うん、よいしょ。変えてあげようかな。無理でしょう、あんだけ稼いだら。っていうか、まあ続かないと思うよ。テルはさ、店やるべきだったんだよ。テルは稼いだ金でもう次の投資しとけばよかったのに。30代に対する、今がピークだろう。税金は多分1000万ぐらいじゃないの。2800万。まあ経費どれくらい使ってるかだよな。いや、面白いとかいらないから。もう面白いじゃ金になんねえんだよ。面白いから何なんだよ。面白かったらお前、面白かった、面白ければ面白いほど稼げる世の中にしてくれよ。じゃあだったらやりがいあるけどさ。来年請求来るんじゃなくて、申告をした時に払うわけだから、3月の半ばらへんに。いや、なんか嫌だよ。やっぱなんつーの、あのさ、俺思うんだけど、配信者の実力は閲覧数だと思うの。